皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、前回の動画に引き続き、もともとサンフレッチェ広島に在籍してくださった清水浩平さんと動画を進めていけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回の企画なんですけれども、まあ、サムネタイトルにも載ってる通り、これまで、まあ、いろんなチームであったり広島でプレーして、主にサイドで起用されることが多かったと思うんですけど、対峙して嫌だった選手を、まあ、3選手ほど挙げていただいて、その後には、まあ、これから次のワールドカップであったり、いろんな、まあ、大会に向けての将来期待したい、まあ、若手選手みたいなのを数名挙げていただければなと思いますんで、はい、ぜひぜひ最後までご覧ください。ということで、早速対峙して嫌だった選手の方から紹介させていただきたいと思います。僕はやっぱり大久保選手がまず来た、はい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 、やっぱめちゃくちゃ体強いし、はい、なかったんで、飛び出しもめちゃくちゃうまいですし、本当に嫌な選手でしたね。うん、それは清水浩平選手がサイドバックで出てた時ってことですか？いや、サイドの時も何回かやっぱりマッチアップすることありましたし、はい、抑えないといけないことありました。流れてきてってこと。うまかったですね。大きくてもなんとか体のコンタクトでバランス崩して相手を止めるとかも、やってたんですけど、その上を行かれたっていう印象が強かったですね。はい、もう前に入られるし、お互いのコンタクトでも、あ、ちょっと勝つの難しいなって試合の中で思いながらプレーしてた記憶があります。まあ、シュートだったりっていうのはうまいと思うんですけど、スピード的にもやっぱり速いんですか？速いですね。速いですね。結構手のつけどころがないというか、シュートうまくて強くて速いっていう感じなんですね、やっぱり。そうですね。で、なおかつ高さもそんな大きな選手じゃないですけど、ヘディングもできるっていう、びっくりしました。それが今の歴代得点につながってると思うんですけど、テレビが大久保嘉人選手ということで、はい、ありがとうございます。続いて、まあ、2人目紹介していただければなと思います。家永選手です。あ、家永選手、やっぱりなんか独特なディフェンスが、見にくいところにボールを隠すというか、はいはいはい、なかなか覗き込んだら多分入れ替わって抜かれるっていう絶妙なコントロールとボールの置きどころっていうのは本当に一番すごかったと思いますし、でやっぱり大久保嘉人選手と一緒で体がめちゃくちゃ強いんで、はいはい、片手でちょっとボールキープされて抑えられた時に、うん、やっぱり強さを感じましたし、 あれで絶妙なこう相手の距離感を保ってプレーしてるなっていうのは感じてましたね。なんか見ている感じだとやっぱり腰を落としてめちゃめちゃ体張るっていう感じでもなく、軽くというか見てる感じだと抑えてる感じなんですけど、あれがめちゃくちゃ強いですね。はい、大体追っても手の位置が全然変わらないというか、間合いに入れないんで、はいはい、手の力が強すぎて、ここはやっぱすごかったですね。それって鍛えるもんなんですかね、手の力とかを。いや、そんなことはないと思うんですけど、はい、どうなんですかね、なんかでも、大体。唯一無二感はありますもんね、やっぱり J リーグの中でも。そうですね。やっぱ鍛えてるのかな、鍛えてない。体的にはごっついんですか、やっぱり対峙するにおいても、外見的な問題というか。はい、めちゃくちゃ強いです。これでいうと、まあ、川崎フロンターレ勢が2選手、選出が私になってますけど、ラスト3選手目、どの選手になりますか？やっぱ塩谷司じゃないですかね。はいはい、対峙して。対峙してもそうですし、はい、後ろの選手だけど点取れるというか、微妙なところで上がってこれて、ボールも失わないっていう。はい、縦で組んだことありますけど、裏のボールの置きどころというか、あの縦のふんわりとしたボールとかもめちゃくちゃ本当に絶妙なとこ落としてくれるん で、はいはいはい、でしっかり攻撃の最初の起点になってる縦パスっていうのが、塩くんから本当優勝した時も多かったですし、あそこからの攻撃の起点が一番強みなんじゃないかなと思います。やっぱり後ろにウィングバックやってる身としても、やっぱり後ろに塩谷選手がいると安心して攻撃いけるというか、安心感やっぱりあるものなんですかね。はい。それで、まあ、ちょっと塩谷選手について聞くと、いつもシュート練習はしてるんですか、やっぱり練習後とかに。してますね。あ、やっぱり。はい。まあ、毎日してるわけじゃないですけど、はいはい。大体居残りでやってるときはシュートやってますね。あ、そうなんですね。本当は前やりたいんじゃないかなと思います、ね。はいはいはい。それで言うと、連覇とか、今、塩谷選手がいましたし、やっぱり帰ってきてくれて、今年のタイトルがあったと思うんで、まあ、そういう面でもやっぱり対峙してというか、相手としても嫌なのが、まあ、3選手目が塩谷選手ですね。1人目が大久保選手、
2人目が家永選手、そして3人目が広島の塩谷選手という形になっております。対峙して嫌だった選手含めて3選手紹介してもらったんですけれども、続いては将来期待したい選手みたいなっていうところで、普段は、はい、まあ、広島の試合は結構見られてるのかなと思うんですけど、広島以外っていうのはそこまで見ない感じなんですか？本当にちょくちょくは見ますけど、はい、選手は分からないかもしれない、うん、広島主にっていうことになってくると思うんですけど、やっぱり今大会日本代表がワールドカップベスト16っていう形で成績を残したと思うんですけど、まあ、次回大会のワールドカップにまあ選ばれそうなというか、まあ、そういうところ含めまして期待したい若手選手をまあ数名挙げていただきたいなと思うんですけれども、よろしくお願いします。はい、はい、1人目は藤井で、藤井智也選手、はい、はい、この度移籍しましたけど、そうですね、はい、本当にいい選手、ストロングポイントがやっぱ長けているというか、推進力は J リーグナンバーワンなんじゃないかなと思いますけど、本当あと、まあ、知ってるから言いますけど、まあ、クロスの精度がもう少し上げれば化けるんじゃないかなと思いますし、やっぱり負けない気持ちっていうのは誰よりも強い選手だと思いますし、はい、あ、まあ、それがちょっと顔に出る時があるんで撤去しないといけないところでありますけどまあ本当にそういうのも加味してやっぱり負けず嫌いというか、うん、いい選手ですね。それでいうと清水光選手がいた頃にも練習参加とか藤井選手来てたんですか？もう一緒にやってますし、あ、はい、クロスの練習とかも残って一緒にやってましたし、はいはい、分からないことがあったらこれはどうですかとか練習付き合ってくださいっていうのも一緒にやってましたし、はいはい、本当に自分のクロスの精度だけだっていうのは多分本人も分かっていると思うので、うん、本当に練習してたんで、うん、本当に徐々に良くなってこれから楽しみだなっていう時に移籍しましたけど、そうですね、はい、でも本当向こうで活躍することを、ね、確かに楽しみにしてますけど、そうですね、まあ、やっぱりサポーターとしても、まあ、なんかちょっと怪しい中でやっぱ移籍しちゃったかって形だったと思うんですけどまあそうですね、ここは仕方ない部分ですし、まあ、はい、藤井選手とかちょっと迷いましたけど本当いい選手なんで、そうですね、はい、藤井選手も多分めちゃくちゃ悩んでの決断だったと思うんで、まあ、広島サポの方も、はい、まあ、新天地での、ね、活躍を応援していただけたらなと思います、はい、ということで、まあ、1人目藤井選手を挙げていただいたと思うんですけど、選手目ということでお願いします。サンフレッチェ広島のマコ、はい、満田選手、はい、やっぱり全力の守備で全力の攻撃が90分通してもかなりの強度で全部やれてるんで、はい、本当にボールを奪うっていう気持ちで多分取り入ってるような感じが伝わってきますし、そこがやっぱり強みだなというのは、うん、やっぱ自信持って今プレーしてるんじゃないかなと思いますね。確かにそうですね。それで言うと あの体力とかはやっぱり練習後走ってるんですか？いやどうなんですかね、僕はそこまでは知らないですけどはいはいはい、ちょっとおかしいぐらい、最初の方とか出れなかった部分とかもあって、はい、やっぱり気持ちも入ってるんじゃないかなと思いますけどね。って言うと、まあ、なんか広島サポーターとしても、まあ、もちろんめちゃくちゃ守備してくれるのはありがたいんですけど、なんか連戦続いてもうあの強度が落ちないので、なんか怪我しないかちょっと心配になってきちゃうぐらい本当走ってくれる。そうですね、でもまあそれほどタフ、そうですね、なんだと思いますけど ね、うん、やっぱりでも後ろ3枚でやってるっていうのは、うん、結構同数で守ることもサンフレッチェ広島多いんで、はいはい、やっぱりあそこからフリーでロングボール蹴られるのとプレッシャーかかった中で蹴られるのは全然違うと思うんで、本当にあそこの守備があるからこそ少ない失点で来れて後ろも守れているのかなと思いますけど、ね、確かにそうですね、まあ、ということで、まあ、ミスター選手来年も広島、まあ、広島でプレーしてくるのかどうか分かんないですけど、まあ、広島でプレーしてくると願いながら、まあ、やっぱり来季も注目して見ていきたいなと思います。あとはまあでも、もう森氏とかも、もうベテランの域というか、もう、はい、あとは札幌の中島、はい、大花選手はやっぱり日本人離れした身体能力があるかなっていうのは、ちょっとこれから楽しみだなっていうのは見てますし、はい、性格とかあんまりこう、はい、プレースタイルとかざっくりしかわからないですけど、はい、これからちょっと楽しみだなっていうのは。そうですね、ああいうなんか昭和の男的 な、 そうです、ね、なガッツがある、はい、感じはのが多分僕が好きなのかもしれないですね。まだめちゃめちゃ若い多分選手だと思うんで。そうですね、確か国見でしたっけ。そうです、国見高校から。そうですね、あの僕も九州育ちなんで九州はちょっとビーチしてるかもしれない。同じ血の匂いを感じるというかまあそういうところで言うと、まあ、フォワードも次回大会どんな選考になるか分かんないですし、まあ、中島選手も世代別だったりっていうの入ってると思うんで、はい、注目していければいいのかなと思います。
ちょラスト1個質問いいですか。来季広島が飛躍する上でのなんかキープレイヤーみたいな一人挙げていただけたらなと思うんですけど、やっぱりジェラか今津なんじゃないかなとは思いますけど。ああはいはいはい、やっぱり後ろ3枚で今までは塩くんと隼人と翔が出てることが多かったですけど、まあ本当それは1年間通して出れるかって言われたら怪我とかもあったり事情停止とかもある中で、やっぱりそれに、ね、しっかり同じぐらいのパフォーマンスを出せる今津とジェラがこれから活躍していったら、もうより一層強固なディフェンスになると思いますし、まあ、年齢もまだ2人ともまだ若いんでね、どっちかが試合に出るぐらいの気持ちでやってくれればタイトル2つ3つぐらい取れるんじゃないかなと思いますけどね。確かにそうですね。それで言うと、まあ、やっぱり長年活躍してくださった野上選手もちょっと移籍してしまったり。そうですね、はい。まあ、レッツの ACL 決勝次第になりますけど、来季はもしかしたら ACL も出れるってことになると思うんで、まあ、より試合数も増えていって出場試合のチャンスも増えてくると思うんで、若返りを含めてその2選手をキーマンに上げるって形で大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということですね、今回は、まあ、前回の清水光栄さんとのコラボも見ていただいた方多いのかなと思いますけれども、ね、今回ということで、コラボウィーク2本にわたって、もともとサムレッジ広島で活躍してくださった清水光栄さんに出演いただきました。1本目の方でもね、ちょっと話している通り今後の活動を含めて注目が集まるということで SNS 含めてあの概要欄に貼らせていただきますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。ということで、日本に渡って出ていただきましたけど、今後の活躍も応援していきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回はありがとうございました。ありがとうございました。